声で使ってます。ああ、中さんご飯食べたね。森で蚊に刺されませんか？あんまり刺されません。なんでかというとですね、僕まず、森に行く前に足の裏をめっちゃ消毒します。くるぶしから下の足の裏の部分をですね、アルコールをジャンジャンかけて、ペーパータオルでガンガン拭くんですよ。で、この足の裏とか足の表面にいる、常在菌。で、これが皆さんのですね、足とか皮膚から出てくる、脂肪分を分解して作るですね、成分があるんですが、これが蚊を引き寄せるんじゃないのという研究を、日本の高校生かなんかが見つけて、それ証明されてるんですよ。で、足のですね、このくるぶしから下を消毒して、アルコールとかで拭いて、まあ、その雑菌をですね、消毒したりとか成分を落とすことによって、蚊に刺される確率が3分の1ぐらいになりますよみたいな研究とかがあって、3分の1か4分の1ぐらいになりますよみたいな研究があって、それをやった上で僕はイカレジンっていう成分が入ってる、天使のスキンベープとか入ってますけど、いわゆる虫除けですね、目隠し剤ってやつですね。でこれを体に塗っていってます。こうするとほぼ刺されません。はい、刺されても1箇所のあるかないかぐらいのレベルなんで。ちょうど降りてきた、これピコっていうね、うちの、最後にうちに来たというか、まだこれから来るかもしれませんけど、にゃんこはいるんですけども、この子何がすごいかっていうと、この子捨て猫なんですよ、もともと。みんなうち捨て猫なんですけど、で、この子、3ヶ月、生後3ヶ月ぐらいの子猫の時に、引き取られたんですよ。他のうちに、うちじゃないところに。で、引き取られたんだけど、その引き取られた先で、どうやら問題が、あったようで、一回ね、戻ってきてるんですよ、保護施設に。で、心配だと思うんですよ。やっと住む場所が見つかったってなって、多分2、3ヶ月ぐらいその家にいて、半年ぐらいでこの子、保護施設に戻ってきちゃったんですよ。で、外に出て戻ってきてるから、変な病気を持ってるといけないんで、隔離されていたんですよ。で、この子どうしたかっていうと、隔離ケージの中に入ってたんですよ。一匹でね。で、僕はその前を通ったら、この子、この手。この手です。この、ちょっと、ビコ、この手。はい。で、この手で、僕の袖を、ここの袖を、ピッて掴んできたんですよ。両手で、パシッて。ケージから一生懸命手を伸ばして。で、それで、僕の素材を掴んだことによって、あ、じゃあうち来るって言ってこの子が来たんですよ。もう言いたいこと分かりますよね。今日はですね、この放送では、おなじみのあのぬこ様みこ様の、出身地っていうんですか、出身なんていうんですか、でしょう、ね、出身キャットシェルターの、東京キャットガイダーさんにお邪魔します。久しぶりって言ってます、はい、ちなみに猫ってそうで、今日はちょっとこの、リンクも出てるんですけど、本もまたね、これ今度、今回東京キャットガーディアンさんの監修ですね。執筆は富田園子さんの動物ライターの方が、なるほどなるほど、企画もやっていただいて、あれ前に本も出されてましたよね、猫、はい、を助ける仕事、猫を助ける仕事、すごいタイトルの仕事も出してますけど、今回はハウトゥー本で、見回すと拾っちゃったりもらったりする方がとても多い猫なんですけども、拾い方の本がないよねっていうことで、確かに、どうやって助けるのかとか、助けてからどうしたらいいのかとか、里親募集の仕方とか、大きい猫を捕まえるときにはどうやったらいいとか、すごい、これでも普通に野良猫じゃない人も使えますよ。だって見て、ほら、ちっちゃいとき誕生から0週目とか1週間とか2週間の場合はこれに気をつけましょうとか、3ヶ月とかね、うちのみこさんももらった時は3ヶ月でしたけど、どうすればいいかとか、遊びが活発になるとか、爪が出し入れできるようになるとか、結構細かく書いてあって、猫を育てたいという人は絶対これ切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと、僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。